稲田光造は完全に確定したコンセプトをもとにプログラミングにより音響心理に基づき音を構築する電子音響作家。スタール・プラット、V にアーカイブ、セレクタイオン、サノリス、デジタル・ナルシス、ルーム40など国内外の数々のノイズ、電子音楽の老舗レーベルより作品をリリース。クリストフ・シャルル、クリストフ・チャールズ、 フィリップ・サマーチストのコラボレーションを行っている。2000年を皮切りに、ヨーロッパを中心にパフォーマンスを行う。その他、森美術館、オープニングイベント、横浜トリエンナーレレセプションイベント、サンフランシスコ近代美術館での展示会、NTT インターコミュニケーションセンターにてのサウンドインスタレーション、瀬戸内国際芸術祭など現代美術関連のイベントにも広く展開している。 2007年から創作活動を停止していたが10年を経て2017年から再活動を行っている。ありがとうございます。